んこんばんは、高橋健一です。そうそう、今日もね、速度制限かかってしまって、多分昨日世界の車窓からを奥さんといっぱい見てて、映像がちょっと画像が高画質すぎたのか、それが原因としか思えないですけど、世界の車窓から見すぎて多分これは速度制限かかってますね。うん、結構注意してたんですけどね。うん、ということで今日はちょっと録画になるんですけど、そうそう、で今そっか、あ、うん、子供ナギがね、今5ヶ月ぐらいなんですけど、なんかね、あれですね、一緒に、まあ、練習する時間とかってすごい短くなったんですけど、こう一緒にね、ナギとこう、音楽聴く時間みたいなのが結構増えてて、でそれはそれでね、なんかこう初めて僕がね、いろんなこう音楽をこうナギと一緒に聴くんですけど、ナギはこう初めてその音楽を聴くわけなんですよね。だからそれってどんな気持ちかな、というかどんな感覚、気持ちはうん、わかんないけど感覚なんかなとかね、思いながら聞くと、なんかこう僕自身もすごく新鮮に今まで聴いてたような音楽が聴けるみたいな感覚があって、すごくいい時間を過ごしてるなぁなんてふと思いました。うん、そう、ということで、今日も、演奏していきたいと思います。